冬の祭典札幌雪まつりで、ある雪像がリアルすぎて不気味だと話題を呼んでいます、はい、動物をモチーフにした雪像、一体誰がどんな意図で作ったんでしょうか。怖い。すごい斬新ですね。グロテスクとか思いながら見てたけど、でも面白いですよね。大通り会場でひときわ注目を集めるこの雪像。ほぼ実物大に精巧に作られた人がカエルに飲み込まれています。札幌雪まつりでは例年旬の人や話題をテーマに雪像が作られますが、一体なぜ今この雪像が作られたのでしょうか。実はこのカエル、国際雪像コンクールに参加するために作られました。芸術や建築に携わるオーストラリアから来た3人組です。テーマは自然を奪い開拓を進めた人間への復讐。カンガルーやコアラといったありきたりなものではなく、雪像作り初心者の彼らでも簡単に作れそうという理由でカエルに白羽の矢が立てられました。しかし制作過程ではそのカエルではなく人の体を形作るのに苦労したといいます。モデルは芸術。ちなみに雪像のモチーフとなったカエルは9センチまでしか成長せず、人を食べるようなことはありません。このユニークな雪像は明日まで大通り会場であなたを出迎えるということです。